作業な1号がいますよ。作業な1号ゆりさんどこ行ってます。作業な1号はい、6月7日金曜日、時刻は20時41分、歌舞伎町小浜前です。ここからね行ってみたいと思いますよ。今日はなんかいつもの金曜日で人多いですね。まあ、病院前はいないですね。今日はね。さあ、まあ、例のごとくね、これをつけてね、取材とね、インタビュー、声かけしていきますよ。これはなんだ。逃げ出しましたね。ダメ。何が？録画してる？してるよ。回しっぱなしも。あ、ダメです。ここもいますよ。多いかもしれない。どうしたの？ああ、どうもどうも。消防署がね、なんかいつもトレーニングしてますよ。外人がね多いんですよね。あら、これ警察の人かな。日本人？日本人ですか？あ、日本人ですね。うーちゃんいるよ、うーちゃんね。うーちゃん健在でいます。この緑色の人も、
なんか圧倒的に外人多いよね最近ね。もし？なんか座ってる人いる。すごいね。あ、正面からニュースとか言うから。こんにちは。頭、あブルーになってるでしょ。その部屋はだって今時の若者じゃないですか。いいじゃないですか。たまごっちは弁当抱えてから出てこれないんじゃないの。なんかどうなんだろう。言えないんで一応聞いたんですけどあんま言えないんです。誰に聞いたの。あの辺の人たち。ああ、そうなの。なんかあの横浜色散歩ずっと俺の出演してる動画があってんじゃないか。キュウシさん、キュウシさん有名になっちゃった。あんま重い白いのいないね。リゾート食堂ですね。いつも来るね、お父さんもね。あ、撮ってる？いいよ、撮って。お父さんもすごいわ、いつも見て。何を撮ってんだよ。うーちゃん、前からず元気だね。なんか面白いのがないんですか、今日は。面白いの。あと15分ぐらいだったら、秋？違う違う違う、あの、外人じゃない。あれまで。今日、警察は来てない。警察来てない。なんとあいつは。いないじゃないですか。面白いのいないね。あっちに10時ぐらいにいるやつらって挙げてたですね。なんか知らない人がいっぱいいるって。詐欺ですよ。かわいいよね。詐欺だから10時にいるの。単純に
グッチの帽子かっこいいじゃん。マンションに入ってっちゃうんだよね。すごいよね。移動してきたのみんな気づいて逃げる。逃げてくれ。セブンイレブン前ね。こさっなるほどっすね。威勢のいいのがいたな。威勢のいいのが何そんな嬉しいの俺耐えて。うるせえなデブってバッチリ聞いちゃったよ。最悪。いや最高だったよ。最悪じゃなくて。